聞いてた噂と随分違うんだな。あ？その面のどこが美少年だ。ほう、今度の新入りは目が悪いの。すぐそこです。さあ、お忙しい方を寄ってって。どうせなら楽しい時間過ごし。おいおい、志の低い連中だね、どうも。ああ、ちょっと君たち。くらえ、幕府の犬め。なんだてめえは。それにその髪の色、さては貴様、異敵の子だな。よっちゃん、なんでまた俺。何すんだてめえ。わしは今日大変な一日でのすこぶる機嫌が悪いんや。ああ、運がなかったのお前ら。いきがりよって、やっちまえ。おいおい、機嫌が悪いからってまさか。よし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 。あ、わしに噛みつくとはの。気に入ったで。今日からお前は薩摩藩預かりや。中国見えた。どっちじゃ。はい、やったー。これはまずい。バカな。脱ぐか脱がせるか、平等に公平に決めましょうかい。天国中国どっちじゃ。はい、やりました。脱ぐか脱がせるか、平等に公平に決めましょうかい。天国地獄どっちじゃ。はい、約束は守ってもらいますよ。うん、この屈辱。
忘れはしない。くっそ、心が折れたぜ。今日はこれで切り上げるか。今日は大きに、また来てくださいね。それとも平助みたいに。やっぱ女子の汗は口に合わん。相手するが平助みたいな若い男に限るわ。お前がゲスでよかった。うん、口封じのためじゃない。何の躊躇もなくお前を殺すことができる。やる気なんか。答えるまでも。そうか、残念や。こないなところで割るほどの男、殺しとはないやけどな。